それではこれから計算基数学1の第7回の授業を始めます。まず授業に入る前に前回第6回のまとめです。前回は1変数多項式の乗算のアルゴリズムと計算量、多倍調整数と単精度整数の乗算のアルゴリズムと計算量の見積もり、多倍調整数同士の乗算のアルゴリズムと計算量の見積もりについて見てきました。そして整数の常用付き助算の定義を復習した上で、多項式の常用付き助算のアルゴリズムについて学びました。今回はからはテキストの第4章でユークリッド誤助法について学びます。それではテキスト第4章のユークリッド誤助法に入ります。テキストを持っている人は49ページをご覧ください。最初に第 4.1 節のイデアル剰余感最大公約子最小公倍子の話から進めていきます。それではまずここでは主に2年生の時に学びましたその代数入門の内容を中心に記号や言葉を復習していきます。まず今後は R を可換換とします。そして R の中にはそのイデアルというのを考えることができました。でイデアルには生成元が存在しております。それからイデアルには有限生成という概念もありました。あと、一つの元で生成されるイデアルのことを、単項イデアルと呼んでおります。それから R には、剰余類ですね、を定義することができます。それから、剰余類に自然な演算を導入することで、この剰余類は感をなしますので、このようにして得られる感を剰余感と呼びます。次にテキストの定義 4.3 ではこれから用いる主な言葉の定義をしておりますので各自復習しておいてください。そこではその約元倍元最小公倍子最大公約子単元逆元規約といった言葉およびその概念の定義をしております。ここでは詳しい説明は省略します。ここで最大公約子と最小公倍子に関する注意を一つ申し上げますが、この GCD と LCM は一般に1位ではありませんけれども、整数間においてはそれぞれ正の数にとれば1位に定まることに注意しておきます。それではテキスト第 4.2 節ユークリッド正域と誤助法に進みます。まず最初に定義 4.11 にありますユークリッド正域の定義を行います。ここでは R を正域としまして、それから D を R から自然数と負の無限大の和集合への写像とします。この時に R がユークリッド正域であるとは次のような条件を満たす時に言います。 A と B をR の任意の元とします。でこの時にもし、B が非0ならば、ある R の元、Q とスモール r が存在しまして、どういう条件を満たすかというと A イコール BQ プラス R、かつこの先ほど、定義しました写像 D の R が、D の B を、上回らない下回るような条件のもとで、このような条件を満たすスモール q とスモール r という正域 r の元が存在するとき、このような条件を満たすときにこの r をユークリッド正域と言います。でここで写像 d をユークリッド関数と呼びます。それから q は小、それから r は剰余と呼ばれる元です。ここでユークリッド正域に関する注意を述べますと、
一般に与えられた A と B に対して、Q と R が1位に定まるとは限りません。この点に注意してください。次に定義 4.14 で互いに素という概念の定義をしておきます。A1 から AN が R の元であるときに、これらが互いに素であるとは、A1 から AN の GCD が単元であることを言います。で特に、R の2つの元 A と B が互いに素のときに、このテキスト及び授業では、このことをこの直角のような記号を用いて A と B、このような記号で表します。